37ヶ月連続のプラスです総務省が発表した9月の東京特区の消費者物価指数は価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が107.3と1年前と比べて2.0%上昇しましたプラスは37ヶ月連続ですが伸び率は5ヶ月ぶりに縮小しました 値上がりが続く米類は41.4%と49年ぶりの高い上昇率となりました一方電気やガス代は政府による補助金が8月分から再開され伸びが鈍化しました